皆さんこんにちは、なるほど天です。今日も3分間ミステリーで遊んでいきます。問題1、ある音楽スタジオで練習に来ていたバンドメンバーの一人が殺されているのが発見された。当初凶器と思われていたものはどれだろうかと。当初ということは変わっちゃったってことですかね。まあギターだと思いますけど、でもこれギターでしょ。どう考えても他、実際他だったってことあるんですか。解説、被害者のそばに落ちているギターに血がついている。被害者は後頭部から出血していたため、当初はこのギターで殴られて死んだものと思われていたと。あのパターンですか、ドラマとかの。これでもう亡くなっちゃったと思って犯人帰ってきたら本当はちょっと生きててちょっとっていうか、あれ意識失ってただけで、次来た人がですねとどめを刺すみたいになりますよね。さあ、問題2と、撲殺されたと思われていた被害者だったが頭部を殴られたことが直接の死因ではないことが後に分かった。では本当の死因は何だったのだろう。特定できる部分を選べと。特定できるの、トランプが左上にありますけど、ニッパーとか違うでしょうから、まだ毒関係ですか。ペットボトルの これですか。あ、違いますか。何でしょうね、口から泡出してるとかだったら分かりやすいんですけど、それか、あー、首のところ、これなんか跡じゃないですか、締められた跡ですか、もしかして。お、正解。解説、被害者の首元を見ると首を締められた跡が残っていると。被害者の本当の死因は頭部を殴られたことではなく首を締められたことによる窒息死だったと。なるほど。問題3、被害者はギターで殴られてから首を締められたのか、それとも首を締められてからギターで殴られたのか、どちらの順番か推理できる部分を選べと。どういうこと。え首締められて殴られたか、殴られて首締められたかですか。仰向けになってるからあれですかね、殴られてから締められた。あ、違う。何でしょう、ヒント見ましょうか。ヒント、バンドメンバーが練習の合間に お遊びで作ったこれが倒れてないと。あ、トランプのタワーですか。どういうこと、タワーが倒れてないってどういうことですかね。まあ一応これで、お、正解。解説、バンドメンバーが練習の合間にお遊びで作ったトランプタワーが倒れることなく残っている。犯人と被害者が争ったなら倒れているはずなので、被害者はギターで殴られて気を失った後で首を絞められたとかあると。あー、なるほどですね。ギターで殴るときに 風圧で壊れないんですかねわかんないですけど、まあ首絞められてると暴れてわーって言って倒す確率が高いってことですかね。さあ問題4、首を絞める際スタジオ内にあるものが使われた。その凶器とは一体何だったのか。本当の凶器を特定する手がかりになる部分を選べと。チェーンはくっついてますから、チェーンは外せないですかね。ニッパーがあって、あ、このギター線が1個切れてるからこれ使ったってことですか。お、正解。解説、ベースの弦が1本切れてる。犯人はハサミでベースの弦を切り、その弦を使って被害者の首を絞めたのだ。後日切った弦を所持していたボーカルが殺人容疑で逮捕された。このバンドはメンバー間で恋愛絡みの揉め事が絶えなかったらしいと。大変ですね。そしてなんで弦をずっと所持してたんですかね、捨てられないんですかね。さあ、おお、ステージ17、結果満点ですね、星5、ありがとうございます。さあ、それではですね、今回の動画以上とさせていただきます。他にもゲーム実況をたくさんお出ししてますので、よかったらご覧くださいませ。ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。